はい、よろしくお願いします。ボリューム3モノグラマーでございます。セクションはいよいよ進みまして18まで行きました。おめでとうございます。それでは天の声、まず今日のポイントですけど、まあ書いてある文軽く読んで、もうそのそちらのテキスト黒板も書いてません。はい、どうぞ。 He began to make a speech。 聞こえた？はい、もう一個どうぞ。 He began making a speech。 その間にはイコールがついてます。いいですか？はい、ということでもう意味わかる？どういう意味？彼は演説をし始めた。彼が始めるね、開始形、始める形は ING でも to 不定詞でもどっちでも大差ないということで、もうこれはサクッとあろう。もう書いてあるね。大きな意味の差もなく、大きなって書いてあるかな。差がないと言ってんね。大きな意味の差はない。 OK。 ということで、もう高校生、受験生は気にするな。はい、次。継続ですね。どうぞ。 Continue。 ここね、ここやからね、アクセント。これよく出るからね。いいですか？出ますからね。ほんま知らんけど出るからね。愛で覚える。愛ね、愛、愛があれば覚えられる。え、愛は継続なんだ。はい、もしですね。はい、次。こう、これよく国語のテストに出ます。おです。悪とか言わない。いいですか？覚えてくださいね。おですね。ということで、もう好きか嫌いかみたいな話ですよ。はい、どうぞ。 Prefer。 Do me。 好む。 Like。 知ってるやな。 Dislike。 もう知ってる、兄弟や。はい。 Love。 いいとこや。どれ、親戚の場合覚えたらあかんやん。はい、はい、もう大体も一緒、もうこんなもうみんな家族構成一緒、もう大体も見たら、もうこれちょっと自信ないね。あ、そういうのは覚えとけ、覚えろ。 OK。で、これはもうネットに何かもうね、そのようわかんない男女が出てきてやってた授業で言ってたから、もうサクッと言いますけど、知らんねん、知らん。もう大きな差ないからええねんけど。はい、手の声。はい、どうぞ。 It started to rain。 はい。 It started raining。 どういう意味？雨が降り始めたっていうこと言ってんねんけど、大きな差ないから雨降り始めた。え、で、そこでネットでね、言ってんのは、これはね、ちょっと前、もう10秒目、1分目って言ってた。で、こっちはやったら10分前、もうずっと振っててって、このね、 ING が生きてるからね、振っててみたいなところで、あ、出始めたみたいな感じの話と、もう知るか、そんなこと。何分前かも知るか、測ったんか。以上です。ということで、大きな差はないので、もうここよりはもっと大きな差がつくとこ押さえましょうね。大きな差がつくとこ押さえとかないとね、そっちができてなかったから、それができてからちょっと興味持ったらいいと思います。 OK。 それでは続編に行きましょう。さあ、次は下がる編いきますね。意味に下がる編ということでね、実際入ってんの声どうぞ。Remember、 ING。 ちょっと元気ないね。なんかこの間デーモンいない時元気あったってクラスで好評やけど。はい。Remember to do。 今デーモンどういうことって顔してるよ。あ、ということで、これどういう意味？何々したことを覚えている。これはこれから何々することを覚えている。まあ、こういう風な訳がまあ普通に流行ってるんです。で、もちろんそれでいいんですけど、いましたね。これは到達ね、到達のとうとうね、ウォッシュレット、ありがとう。到達ですから、このするということを、到達することをリメンバー覚えてるやからね。で、これは到達関係ないんやから、じゃあどういう見えたら、もうそのこいつが到達というね、未来の話されちゃってんやから、しゃあねん。これもしたことしかもう残ってへんや。そのどっちも同じ意味じゃん。これ差がある、うとねが聞いてくれ、差があるんや。え、ありがとうございます。はい、ということで、このしたこと、これからすること、もうね、到達をイメージしてくれたら、おのずとその訳は出ます。で、こっちはどうですか？発音どうぞ。手の声、かぶったよ今。はい、 regret、 ing。 はい、今何々したことを残念に思う。はい、 regret to do。 はい、これから何々することを残念に思う。え、これから到達すねん、これから到達するっていうのがもう残念やねん、残念やねんけど、残念やねんけどすんねん。だから残念ながらせなあかんなっちゅう役になるやん。残念やん、到達すんの残念やねんから。いいですか？これから到達すん、もうこれもう ING、 ING、 もう生きとんねんね。だから何々したことがもう後悔でいい、何々したことの後悔や。大丈夫？ということで、ここにトライとかも書きましたけど、一応ね、ここね、なんかそんなややこしくないんで、はっきり言ってね、そのダサい教え方でもいけちゃうわけですよ。その ING が結構、トゥーが未来思考とかね、もう嬉しそうに言ってるやつがいっぱいおるわけでも、それでいいですけど、他の文のところで彼ら自信がなさそうやから、こう言ったわけですね。で、モノグラマーちゃんも実は、そのレベルにこう合わせてあげて、ここ、本当は書いてるだけで、ね、もっとさ、だってこんなん、自動詞、他動詞にもなんねんからね、そのトライに対して一回区切れて、2の後ろ、
ついてるかもしれないし、ING っていうね、このなんかなんちゃら構文詞語文からそのなんかしながらみたいな感じかなっていう風な文とも取れるわけですから、なんかそれをこれを見たら絶対そう訳すみたいにやってる動画って大丈夫？大丈夫？心配心配。ということでコメントどしどしください。デーモンが戦いますのでよろしいですか？ということで、まあ、とりあえず我々お茶の水セミナルとしてはとうとうウォシュレット到達ということを見抜きましたので、到達ということをね、ぜひね、このボリューム6、楽しみにしておいてください。私静止させていただきます。ありがとうございました。